こんにちは、サードロです。今回は、ディアブロス襲来のサプライズ枠で追加されました、こちらのディアブロスアッシュを討伐することができまして、体力測定も完了したので、今まで実装されていたモンスターと比較して、体力がどれぐらい多いのかっていうのと、ディアブロスアッシュを討伐することで作れるようになる装備についてもご紹介をさせていただこうかなと思います。 で、まず今回追加されたディアブロスアッシュの基礎情報からご紹介していくんですが、もちろんモンスターガイドにもしっかり追加されています。で、出現エリアは砂漠のみになっていまして、まあ、攻撃は無属性ですね。弱点は原子と同様で、氷と麻痺が弱点みたいです。で、破壊可能部位も背中、角と尻尾ですね、が破壊可能になっていまして、 主な特徴に書いてある通常種と比べて非常に攻撃性が高くなっているって一番下の文章ですね。まあ、この通りモーションが変わっていまして結構突進を多用してきたりとか潜った後の 攻撃ですね。っていうのが、まあ、出てきてすぐまた攻撃に派生したりっていう感じで、モーションが変化していました。で、一応今回星6のディアブロスアッシュも確認はできたんですが、現状ちょっと討伐ができているのが星5のみになりまして、素材もディアブロスアッシュ専用の素材が今回準備されています。で、次にディアブロスアッシュの体力についてなんですが、今回も星5のディアブロスアッシュがいましたので、そのディアブロスアッシュを使って体力測定をしてきています。で、今まで星5のモンスターの中で一番体力が大きかった リオレースの8300だったんですが今回のディアアブロスアッシュですねがが体力9800ありましたなので今までのリオレースよりも1500ほど体力が高くなっていましてディアブロスの原種と体力を比べると約ディアブロス原種の1.4倍の体力になっていますなので、まあ、今回苦戦した方もかなり多いんじゃないかなとは思いますっていうねもう討伐するのも大変なディアブロスアッシュだったんですが今回ディアブロスアッシュ 専用の装備も追加されていますのでそちらを最後ご紹介しますでまず武器から見ていくんですが今回追加されたのはディアブロスの原種がある武器集、ね、に亜種も追加されていますなので片手剣はもともとディアブロスの武器がないので追加がありませんでした体験も同様ですね追加がなくてハンマーと弓に追加が来ていますでまずハンマーなんですがハンマーがこちらですねカオスシャッターになっていまして 一応最大スペック見ていくんですが、攻撃力が2218で、回心率がマイナス30%になっています。 で、武器スキルには破壊王がついているっていう感じですね。で、一応原種のディアブロスのハンマーも見るんですが、原種のディアブロスのハンマーは攻撃力が1979で回心が0%なんですよ。なので、ステータスで見ると回心率がマイナス30%されている代わりに攻撃力が約240程度ですね、高くなっているっていう武器になります。で、まあ大きいのが武器スキルも変わっていまして、原種は火事場力になっていますので、まあより V 破壊に特化したハンマーみたいな感じになるんじゃないかなとは 思います。で、次に太刀は追加がもちろんない状態でして、ライトボーガンも今回追加なしですね。で、最後に弓が追加されていまして。 これは結構な差別化になっていると思います。で、性能を見ていくんですが、え攻撃力が2218で、回心がマイナス30%なんですけども、まあ、ここだけ見ると、さっきのハンマーと同じような調整なんですが、試し射撃が貫通矢になっています。で、今までのディアブロス見ていくんですが、今までのディアブロスこんな感じで貫通矢が撃てなかったんですよね。それが、 変わっっていいいるののが、まあ、一番大ききとととうころと武器スステータス面はさっきのハンマーと一緒で、すねで、同様で装備スキルがカジバ力と破壊王で変化がありますので、ディアブロスアッシュの弓は結構面白いというか、弓使っている方であれば使い分けで作る方もいらっしゃるんじゃないかなとは思います。っていうのが武器の性能になっていまして、次に防具を見ていくんですが、防具はこちらですね、ディアネロシリーズになっています。で、もちろん5部位追加されていまして、まず頭ですね。頭は破壊王と逆恨みがついています。 まましててははグレード6かからら破壊王は作成時からついていますで一応逆恨みに関してはハンターがダメージを受けると15秒間攻撃力が10%上昇するっていうスキルになっているのでまあ、ただこのゲーム被弾するイコール回復薬を消費しないといけなくなってくるのでまあ、この逆恨みは正直ちょっと使いづらいんですが破壊王が頭でレベルに最初からついているのはまあ、V 破壊をして報酬をたくさん欲しい時とかには使える防具かなと思いますで一応最大レベルに上げたステータスは今までの防具と同様で防御 力が180にななってスキルは変化なしですねで次に銅なんですが銅は逆恨みのレベル2と体幹強化がついていまして体幹強化はグレード6で解放されますでこちらも最大グレードまで上げた場合は防御力が上がるのみですねでで次に腕腕なんですけども腕は結構 こう優秀だと思っていて、まあ逆らみは正直まああまり強くないんですけど、集中ですね。これがグレード6でつきます。で、今まで腕で集中をつけられる防具っていうものがなかったので、弓を使っている方は、この分で頭を両レースに変えられたりとか、また装備の幅が広がると思いますので、このディアブロスアッシュの腕はめちゃくちゃ優秀というか、まあ、使う方も増えるんじゃないかなとは思います。 で、こちらも最大グレードまで上げた場合は防御力が上がるのみですね。で、次にディアブロスアッシュの腰なんですが、腰も結構面白くて、初めて腰でロックオンが実装されています。今までは頭がクルルアック、腕がリオレイヤーでロックオンがついていたんですが、今回腰で実装されていますので、ロックオンつけたい武器種では装備の幅は広がるんじゃないかなとは思います。ただまあ、このカジュアル力ですね、これは正直ちょっと使いづらいスキルなので、まあ、ロックオンのみが基本的には機能する防具って感じにはなるんじゃないかなと思います。 思いますで性能に関してはグレード1に上げても同様ですね防御力が上がるのみになっていますで最後に足なんですが足はカジ場力とグレード6で攻めの姿勢がつきまして。 最大グレードまで上げると、こちらも防御力が上がるのみですね。っていうのが防具の性能になっています。ということで、ディアブロスアッシュで作ることができる装備についても全てご紹介させていただいたんですが、まあ、これでちょっと気になるのが、ディアブロス襲来イベント以外の時間で、今後ディアブロスアッシュが出現するのかっていうのが、まあ、気になっている方もかなり多いと思いますし、まだそこはさすがにちょっと検証ができていないので、もしディアブロス襲来以外の時間帯でもディアブロスアッシュの出現を確認できましたら、 ってていいいう方がいればコメント欄で教えていただけると嬉しいですであともう1点ですね今巷でちょっと噂されてるのがディアブロスアッシュはペイントボールが使えないっていう噂も出回っているんですが僕の場合こんな感じで問題なくディアブロスアッシュペイントすることができましたので、まあ、ここは問題ないかなと思いますもしかするとチャプターの進み具合とかでまだそもそもディアブロスが解放されていないっていう人はペイントが使えないとかそういった縛りはもしかしたらあるかもしれないんですが、まあ、僕は問題なくペイントボールが使えました で、最後に今後のディアブロスアッシュ討伐に向けてモーションを見たいっていう方、まあ、今回挑めなかった方もいらっしゃると思うのでそういった方に向けて僕がこれ初見でディアブロスアッシュをやった結構グダグダな動画で申し訳ないんですがディアブロスアッシュのモーションをお見せして終わろうかなと思います。 でまず開幕ですね、で開幕はまあロックオンして攻撃しているんですけども、結構厄介なのが突進ですね、の距離が長いんですよ、でまあ、こんな感じで今から突進来るんですけど、避けて結構遠くまで行かれます、でこうやって頑張って追いかけても、もう一回突進来るので、まあ、こんな感じでまた逃げられるんですよね、まあ、これが結構やりづらかった印象です、でこれ、尻尾をねちょっと当たってしまってるんですけど、尻尾攻撃は2回来ます、こんな感じで1、2って感じですね。 で尻尾攻撃が来まして、で方向の長さはこれ今回キャンセルが入っているんですが、ディアブロス原種と同じ時間でした。でこれも突進くるんで避けて、でここですね、突進の距離が思ったより長かったんで SP スキルが外れてるんですよね。なんで、まあ、突進のモーション中に SP 使うのはちょっとやめたがいいかなと思います。まあ、武器種によって遠距離だったら問題ないんですけど、近接は結構外れるかなと思います。でこれでまた突進くるんで避けて、で結構遠くまで。 行かれますでこのあと潜られてで出てくるって感じですねここはディアブロスと一緒ですねでこれで討伐っていうふうになりますのでまあ、今回ちょっと SP スキルをね外しちゃったのもあって結構時間はかかったんですがまあ、モーションが突進が結構厄介な印象ですねで報酬に関してはこんな感じで出てましてまあ、もちろん倍化も使うことができるのでまあ、こんな感じで倍化すれば2倍報酬を取ることもできます ということで、今回はディアブロス襲来でサプライズで追加されたディアブロサ種について解説をさせていただきました。これからもモンハン反応の動画を上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ